今週ざっくり言いますと、23から25日が多分皆様の中で結構な数の方、結構な皆様の方が23日から25日、特に24日、あ、ごめんなさい、ちょっとマイク割れちゃったかも。24日キーになる方が多いかも。24、25、23、この辺です。どういう風にキーになるかと言いますと、解放というのがテーマです。解放というのは自分の中でちょっとマイナス面で言いますと、現状打破、具体的なお仕事の環境ですとか自分の身の回りの環境が変わる方、仕事とかのいろんな環境が動く方、いい方に心の呪縛が解放されるとか、そういう風にこういい方に行く解放でもあり、悪かったものがこう解き放たれて解放されるっていうのが23、24、25、特に24日に見えるんです。24日にステップアップする可能性がある方だったり、25日に何かこうあるっていう方がいる。なのでステップアップとか今までのものが溶けて消えるとか、そういうもの、苦しかったものが解放されて終わるとか、そういうものがテーマになるのが特に24、25、23、この辺でした。ご参考になりましたら幸いです。お聞きいただきましてありがとうございました。